では本日の中流来、竜頭を戻してもダメ、引いてもダメ、全くもってダメだな。デイデイと当チャンネルは無職のおっさんが有り余る時間をフルに使い、自分の興味に貪欲に取り組むチャンネルです。多趣味道無職でどれだけその道を突き通せるか、破産まで続けるつもりです。今後もいろんな興味、そしていろんなことやっていきます。興味がある方、チャンネル登録、通知ボタン、おまけにグッドボタン、よろしくお願いします。では行ってみましょう。画像送られた感じによると、あの2813系のデイデイトだね、あれ系だね。テンプは動いてる。一旦だから2813系のデイデイトですね、まあ、テンプは動いてます。まあ竜頭で打って操作ができない。そしてあの、なんていうのかな、ディスクのズレがあるんですね。まあこの2813系のデイデイト、正直ね、本当に調子悪いです。本当にね、本当にいまいちなんだよ。なんかね、まあ見ていきましょう。あー、これ嫌いなやつなんだよな。そう、まあ基本的に2813系はあまり好きではありません。不具合が多いですからね。正直不具合が多いんです。まずディスクを外す。で、まあ白目を向いてるってよく言われてるんですが、この曜日ディスクのその何ていうの、白い部分っていうのかな、あそこがかぶさってるんですよね。要はそのカレンダー部分が曜日ディスクにかぶさってるんです。だからこう白目を向いたようになるんですがね。あとは竜頭でもって操作ができない。まあ何かがずれてるでしょうって、まあ見てわかりますね。カヌキがずれてます。完璧にカヌキがずれてる。ちょっと今からね、カンヌキをずらしていきましょう。まあこの2813系のデイデイと、本当にこの白目を向くんですよね。なんていうのかな、このかしめが弱いというか、よくある症状です。そう、カンヌキまずずれてますね。おそらく外れて抜けてしまって入れる時にまた無理やり入れたもんだからずれたんでしょう。うん、大丈夫そうですね。まあ、抜けた時はなんていうのかな、優しく入れるのがまあもちろんなんですが、正直抜けるってこと自体あまり良くないですから、お尻が少しその弱くなってたりとかっていうこともありますのでね、あまり何度も抜き差ししているとこうやって貫抜きがずれます。そう、ついでにね、この辺オイルを差しておきましょう。やはり中華製ですのでオイルはね、あまりないと思いますから、オイルの質が悪かったりもします。そしたらディスクを乗せていきます。まずカレンダーディスクですね。カレンダーディスクを乗せていきます。この辺はね、基本的に2813と同じです。全く一緒です。2813の またそれそのものです。 そしたら受けを乗せましょう。まあ歯車の数なんかはに普通の2813とはまた少し違うんですが、曜日ディスクを動かすためにね。でまた受けの形も大きく違いますね。受けがバネの役割を果たしていたしているような形にもなっていますので、そのバネの役割をしているような形の部分は曲げないように注意です。では受けをどんどん乗せて、でビスをどんどん乗せていきましょう。また同じようにね、最後に U字のバネを入れてあげるのはね、鉄則です。
カレンダーディスクは大丈夫そうですね。カレンダーディスク大丈夫そうなんですが、問題はこの曜日ディスクなんではね、曜日ディスクが少しでも浮いてしまってたりすると浮きが生じたりすると、これこの E 型クリップが弱かったりするんです。これが弱いと若干浮きます。そうするとカレンダーディスクが白目を向く、要は回りきれないんだよね。あの E 型クリップが少しその弱くなったりするとその白目を向く症状よくあります。要は抑えられないんだよ、抑えられなくなるんだよね。今回は大丈夫。動きはやはりねいまいちなんですよ。エタ系と違って、エタ系は曜日そしてカレンダー一緒にパキンと変わりますが、2813系のデイデイトはまず先にカレンダーが動いて、カレンダー切り替わって 2,3 時間したらこう曜日が変わるといったような感じ。これはね、だいぶおそらくね、いい感じだ。だいぶいい感じだな。ケース洗ってくるわ。ケース洗います。洗浄してきたので、組んでいこう。
よし、これは角テストだな。これそう、ねじ込みロックは若干調子悪いです。まあ少し様子を見ます。まあ本当にねじ込みロックできない状態であれば、リューズそしてチューブを変える必要があります。ちょっと稼働テストの時に様子を見ましょう。稼働テストの際には毎朝ね巻き上げますので、その時ねあまりにも締まりが悪いようであればチューブはたまたリューズセットで交換になりますのでね、少し様子を見ます。ここまで来ればもう完成ですね。ブレスを連結してあげて、あとは稼働テストに入っていきましょう。このブレスね、本当に固着してと外れない場合もありますので、まめに洗浄してあげた方がいいですね。サビが浮いてる場合には注意が必要です。よし、かっちり動く。稼働テストに入りましょう。ということでね、今日は2813系のデイデイトの修理ですね。まあリューズでもって、さあ、時刻設定やらができないっていう言った症状です。まあ、症状的に、やっぱり感激がずれてましたね。でね、2813系のデイデイと、あんまり動きが良くないですよ。あんまり動きが。基本的には2813系のやつってあんまりね、動き良くないです。正直言ってあまり動きが良くない。2813系のデイデイとって、パキンと変わらないですよね。グニャって変わるんですよ。エタ系ですね。エタ2836とかのデイデートであれば、曜日、そしてディスク、カレンダーディスクが一緒にパーンと変わりますから、まあ、その時刻に合わせてパーンと変わるんですよね。一緒にパーンと変わるんですよ。めちゃくちゃ気持ちいいんですが、2813系は、あまりグニャってなんですよ。グニャって。グニャって変わるんですよね。あんまりね、良くないんですよ。で、まあ、動きが良くないというより、よく白目を向くんです。で、今回は、まあ、感激のズレでしたけど、要は、抜けて入れるときに、まあ、ズレたりする、したんでしょう。結構、あれでズレますから。で、あとは、その状態で、まあ、回したりすると、ね、ディスクも回る、これ、引っかかりで回りますから、引っかかって回ったときがあるんでしょう。そのときに、やっぱり、白目を向いたんでしょうね。白目を向くって、要は、カレンダーディスクに、この上にこう予備ディスクがありますから、その、なんていうのかな、足の部分っていうんですか、そこがこうね、ディスクに、カレンダーディスクの表示にちょうどこうかかるんですよね。だからこうパンとこう変わるときに、一回こう白い部分がパッと見えるんですけど、その時にこう、ちょうどここでこうずれちゃったりとかするんですよね。結構あります、あれね。イーアダクリップ、あれが弱くなってると、あれが弱くなると、要はディスクを支えれないんだよね、あれで。だから浮いてくるんですよ。そうすると、これが動く、ディスクの動きが悪くなって、きちんと動かせずに、こう、途中で止まって、白目を向くっていう症状、たまにあれ、ね、結構あります。たまに結構っていうんですよ。結構ある症状です。2813系のデイデートで、結構あるんですよね。だから、E 型クリップが弱い。弱くなると、ああいったことが起きます。結構ありますからね。まあ、2813系のデイデイトはやっぱ本当に動き本当に良くないのよ。あんまり良くないんですよ。基本的に2813系はね、あんまり動きは良くないですから。で、まあ、エタはやっぱりパキッと動きますけど、でじゃあその2813系のデイデイトだったら次替えがあるかってのは替えがないですよ。何かにグレードアップできるっていうのがない。まあ、2813、エタ系に変えれるのであれば、変えれなくもないけど、かなり無理して変えます。要は、あれなんだよね。文字盤の足が合わなかったりとか、ありますから。でも、あれはあれか。
デイデイドって文字盤をスペーサーに止めるんですよね。スペーサーにこう止めるんですよ。文字盤をムーブメントで止めないんだよね。あのディスクの関係上ディスクが大きいですから、あの外周ぐるりと回ってますからね、ね、止めれないからね、こうスペーサーに止めるから絵竹でもいけるのかもしれないな。今度ちょっとそれやってみようかな、うん、もしかしたらいけるのかもしれない、うん、いやーどうだろうな、ちょっとできるかもしれない、スペーサーさえあればできるのかな、できるかもしれないな。ちょっとまあ試してみる価値はあるね。ちょっと試してみようか、今度ね、うん、そうだね、やってみよう。定かなないですから俺もということでね、今日は2813系のデイデイト、うん、またね、不具合出てるみたいですね、先日また連絡が来ました。今日はまた白目を向くと。だからおそらくその E 型クリップが浮いてるんだと思うんだよね、あれね、弱いんだよね、中華製のこの E 型クリップ。すぐこのギュッと広がったりこうパキンと割れたりするんで、あれが多分弱まってる感じがするな。どうしようかな。ちょっとまあまた第2弾が多分これ急来ると思います、うん、ちょっとまたその辺のね、どういう風な形になるのか、次回また第2弾手直しが来ますので、その時またねこれをご紹介しましょう。ということで、日々の作業なんかはね、インスタ、ツイッター、そちらでよくアップしています。本当にね、いろんな方からいろんなものをいただくことが多くなりました。そういったものをやっぱりこうね、インスタとかでよくアップしております。日々の作業もね、そちらでよくアップしてるんですが、いやいかんせんね、滞るねあんまり上げてない、上げてねえな、本当に上げてなくなるんだよね。まあちょっと毎日やるようにしようかなとは思ってますけどね、ぜひそちらのフォローもよろしくお願いします。ということで、本日もね、本日のご視聴ありがとうございました。僕なんだパッと閉まんなかった、パッと閉まんねえかな。なんか言い忘れてる気がするな。